はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれということでですね、はい。えっ、ー、と、今ですね、カンボジアで中国人マフィアが暗躍しています。今、カンボジアで中国人マフィアが暗躍をしていて、今は対象にしているのは台湾人です。台湾人の若い子たちを対象に、人身売買ビジネス。人身売買ビジネスが行っていて、とてつもない数の台湾人の若い方がですね、今誘拐されてます。とんでもない数ので、簡単に言うとですね、これ、今、今の出て,ている情報でですね、え、台湾のですね、えー、警察にですね、420件、 420件の通報がありました。そのうち、えー、無事台湾に帰国をできた方がですね、たった46人しかいない。つまりですね、えー、もう,う420件のですね、誘拐のに関する通報が起きている時点でもう異常事態なんですよ。でも、そのうち9割の方々が帰ってこれてないんですよ。もう生きているかどうかもわからない。そんな状況が今台湾で起こっていて、台湾大騒ぎになってます。で、これね、内容を見ていたんだけれども、これね、間違いなく日本人も対象になります。これね、えー、と、この中国人マフィアの誘拐対象、中国人マフィアの誘拐対象に。 間違いなく日本もなると思いましたので、この計画の意味を込めてですね、ちょっと取り付この動画を作らなければということで動画を作ることにしました。はい。えということでですね、今ねざっくりと概要をお知らせしましたね。何が起こっているのか。はい。えっとね中国の一帯一路ってありますよね。一帯一路あの悪名を高き一帯一路ですね。この一帯一路をですね、名目にですね、カンボジアカンボジアって結構新中国家なんですよね。ね残念ながらね結構新中国家なんですよね。そのカンボジアにですね、えこの一帯一路を名目で出ていった中国系の企業がビジネスがうまくいかなくなりまして、で中国人マフィアとですね手を結んで,です、ね え、台湾ね、で、その中国人マフィアがですね、その法人を、法人をね、あの,の,の、なんだろう、羊の、だ羊の皮をかぶった狼みたいな形でですね、法人の皮をかぶって、ね、その法人を模してですね、え、台湾の若い子たちにですね、カンボジアで働きませんかと、こんなにたくさん給料出しますよ、ね、えー、まずはこの現地の言葉が喋れなくてもいいですよ、とね、中国語だけが喋れもいいですよ、とね、未経験でも大丈夫ですよ、えー、近いう,うちにはですね、このカンボジアというですね、魅力的な そしてて、えー、この幹部候補生ととししし、ね、採用しますすすすすすよよよいう形でででででねね求求人人をを出出んんんインターネットなかたらですね、これね、海外で働くっていうのは今若い子たちの中でもブームじゃないですか。ね。で、カンボジアっていうのはこれからね、急成長がですね、見込まれている国でもありますので、えそこでですね、働けるっていうのは非常に魅力を感じる方がいらっしゃるんですよ。だからですね、何百人もね、まあ、警察に通報があったのは420ってありますけれども、何百人ものた若い台湾人の方がですね、えー、期待に胸を膨らませて、カンボジアに行ったわけですよ。したらですね、もうカンボジア についた途端ですね。パスポートが取り上げられてえー、拉致監禁拉致監禁をされまして、まあ、ベルに閉じ込められるわけですな。なえー、そこでですねえー。この詐欺業務詐欺業務に当たらせたりであるとか。まあ俗に言うあの強制労働だよね。強制もう給料もろくにくれない。強制労働にで働かされたりであるとか、えー、詐欺をさせられたりであるとか、えー、なんだろうね。それを断ったらレイプされてしまったりであるとか中にはですね。殺されてえー、も中国共産党お得意のですね。臓器売買、えー、臓器売買でもう、ね、もうバラバラにされて売り飛ばされてしまった。子たちもいると。 いうような状況になっているんですよ。これでですねえ、海外で働こうと思っていた台湾の若い子たちの長が,が、もう戦々恐々、戦々恐々状態になっているっていう話なんです。で、これですね、僕、日本人も全然対象になるなと思ってですね、え日本国内にですね、台湾、カンボジアから日本人に対して出ている求人ってないだろうかというのを探してみました。したあした、ありました、ありました、ありました。はい。え、これですね、普通の求人サイトなんだけれども、あの、この求人サイトがですね、怪しいというわけではありません。そして、えこの求人サイトに、カンボジアで働きませんかという求人を出している 企業がすべてお怪しいわけではございませんね。えー、ただですね、えー、これね、あの、台湾人だってみんな賢いからね、その賢い台湾人がですね、騙されてカンボジアまで行っちゃってるんですよ。であるならば、賢い日本人だって騙される可能性があります。だから、カンボジアで働きたいっていう方はですね、えー、ぜひね、こう、ね、あの、本社と思われるところにちゃんと電話をしたりであるとか、働くとしても日系の企業でちゃんと働くであるとか、なんかね、いろいろ対策を取らないとですね、ガチでとんでもない状況になってます。これ、これから記事読むけど、ガチでとんでもない状況になってます。でね、僕先言っておきますわ。あのね、これ、後で詳細 説明するけれども、海外求人の場合、人材紹介とかヘッドハンティングなんかがメインだと思いますけれども、このね、人材紹介という形態は、これ絶対に日本人騙される形態です。この人材紹介という形態を使ってですね、このカンボジアの中国人マフィアは日本人を騙そうとしていると思います。 だからね、この人材紹介という形、後で小、細かく説明するけれども、これ気をつけてください。はい。ということでですね、今ね、台湾でですね、何が起こっているのか、この衝撃のニュース、ちょっと読んでいきましょう。いきますよ。え、台湾社会に衝撃が広がるカンボジアの人身売買。え、現場はですね、警察も手を出せぬ、マフィアの違い方権エリアになっていると。ね。だからね、これで、中国人マフィアがですね、カンボジアで大暴れをしているのは分かってるんですよ。分かってるんだけど、そのエリア、その地域そのものがですね、もう中国人マフィアだらけになっていて、もうね、現地のカンボジア警察は、一切手が 出せないというですね、とんでもない状況になってるんですよ。はい。えー、日本に被害拡大の可能性は、いきますね。えー、出張でですね、台北に来ているが、台湾のね、えー、この1、2週間は連日ものすごい騒ぎであると、新聞もですね、一面トップで報じ続けているし、テレビもこの話題で持ち切りであると、はい、どんな話題なんでしょうか。えー、アジア情勢に詳しいですね、えー、ジャーナリストの、え、野島さんですね。 え、野島さんもですね、驚きを隠さないと明かすのが、え、台湾社会をですね、侵刊させているというですね、え、カンボジアでの、での人身売買問題であると。はい。なんでカンボジアと台湾でそんな人身売買問題が関係あるのかというところですね。それがですね、さっき言った通りですね、転職を理由にっていうところなんだよね。はい。え、人身売買、売春、え、身の代金を払って記憶をしたケースもね、え、台湾当局によればですね、え、高収入の仕事があるとですね、中国人マフィアに誘われて、現地に赴いた台湾人たちがですね、え、暴行を受けたり 人身売買されたりするケースが相次いでいてえ、通報があったね、台湾警察にですね、多分ご家族の方がですね、えー、カンボジアに行ったですね、えー、息子や娘と連絡が取れないという通報があったんでしょうね。この通報があった420件のうちですね、帰国ができたのが、たった46人に過ぎないというですね、異常な事態が起こってます。異常な事態が起こってます。はい。で、これ、これね、左にあるちっちゃい図なんだけど、えー、カンボジアから脱出をしたですね、被害女性ね、脱出をした被害女性ですのお話です。ね、えー、2.5 マアメリカドルこれ月に350万円も稼げる仕事あるわけないと思うんだけど、350万円稼げる仕事があるよと誘われて、怪しいと思ったんだけれども、説得をされて、カンボジアに行きましたと。そしてカンボジアの田舎で詐欺の仕事をですね、強要されたそうです。で、で、断るとですね、何度も何度も殴られて、レープをされたそうです。えー、詐欺をですね、断り続けた結果、別の詐欺グループに計4回転売された。これ転売って書いてあるこれ人身売買は4回されたってことだからね。そしてですね、警察に通報してもですね、無視をされてしまうと。もう助けられないそのエリアにいるんであれば、 という形で無視をされる。結果ですね、あの民間団体、命を懸けた民間団体によってですね、救出をされたという状況になっているそうでございます。はい。 でですねえ、実際に連れて行かれるのは男性の人間が、方が多くですね、それこそ売り飛ばされて殺害をされ、臓器を売り裁かれてしまうというですね、まさに中国共産党の手先ともおおお考えられちゃうんだけど、これ、中国共産党お得意ですよね、こういうのはね、はい、えケースもあるようだしえ、女性もですね、売春の許容などえ、悲惨な目に遭うケースが多いようであるとえ。ただですね、これまで犯罪集団としても秘密裏にやってきたのだろうが、身の白金の要求や行方不明者、死者など、極端に悪質なケースが出てきたことで、え当局や国会議員も本腰を入れ始めましたと。 え、すでにですね、空港ではカンボジア行きの便に乗り込もうとしている人に警察が呼びかけていますと。まあ、本当にあなたカンボジア行っても大丈夫なんですかという形でですね、もうカンボジアに行くなという形で警察が呼びかけてるという状況なんですよ。これもう本当異常事態ですよ。特に騙されそうな人についてはですね、説得を試みるといった光景も見られるようになっているというあの、あの、オレオレ詐欺みたいにかかる、俺オりオ詐欺並みにですね、引っかかっちゃう人もいるんですっああ、君は何しにカンボジアに行くのと。はい。あのね、カンボジアでですね、あの、お仕事があるっていうふうにインターネットで 見つけましてえこれから行こうかなと思ってるんです何それは危ないんじゃないのかいや大丈夫現地の方ともですねお話をしてましてえ向こうも中国語だったからね大丈夫だなと思って行こうと思うんですそれお前絶対危ないと思うよみたいな形でですね多分今、ね、説得をされているという状況なんでしょうねでこれですね見たらですねこれねやっぱやっぱこれやっぱおかしくてこのグラフちっちゃいから申し訳ないんだけど2021年にはですねえ台湾からカンボジアに行く方はですね2021年の7月は2 6 0人になったんだけれどもそれからですねたった1年たった1年後の2022 年の6月にはですね、260人からなんと1500人、1500人に増えている5.7倍になっているという状況があるんですよ、これはどう考えてもおかしいですどう考えてもおかしいです。 ただからこれ見てみ、ただ2021年の7月からですね、2 0 2 0年の1月まではですね、だいたいこう200人から300人の間で推移をしているわけですよ。それがですね、年を明けた瞬間に、突然997人とかですね、1200人とかに跳ね上がって、えついには1500人に今到達をしてるんですよね。じゃあカンボジアはですね、中国人とか台湾人が働けるような環境がですね、どんどん整いつつあるのかって言ったらですね、中国の一帯一路って全然うまくいってませんからね。 全然うまくいってないから、だから中国からですね、カンボジアとかカンボジア以外の国もそうですよ。あの、一帯一路の波に乗って出ていた中国企業でどこもか、かかしかもめっちゃ苦しいんですよ。にもかかわらず、カンボジアだけですね、これ求人がですね、5.7倍になると。そんなことあるわけないじゃん。何かおかしいことが起こってるんですよ。はい。えー、今日もですね、えー、えー、10人くらいの若者が台湾に帰ってきたことが大きく報じられていました。えー、帰国にあたってはですね、 え、え、現地のですね、犯罪集団に、え、多額の身の代金のようなお金を払ったということだが、そうでもしなければ返してもらえないというくらいですね、根が深く、簡単には手を出せないのだろうと、え全員を救出することはもう難しいかもしれないし、まあ、死んでる方もいらっしゃいますからね、おそらくね、え、長期化をする可能性もあると。もうなんならこれね、中カンボジアにいる中国人マフィアに、台湾人の若い子たちが人質に取られてるっていう状況なんですよ、はい。え、実際ですね、去年以降ですね、月に1000人くらいがカンボジアに渡っていた可能性があるので、現時点で分かっている被害も、氷山の一角に過ぎない可能性があると、下手したら、ね ね、これねえ月に1000人カンボジアに渡って、その1000人とも全員が騙されているっていう可能性普通にあるんですよ。普通にあるんですよねえ。未確認のものも含めてですね。様々な情報が流れていて、どれだけ被害が拡大するのかと。社会が戦々恐々としているという。本当にね。大問題になってるんですよね。はい、そして国交がなくですね。台湾側が救出しにくい状況にあるんだとねえ。台湾というのは中国共産党からいじめられてますから。いろんな国との国交をね。ちょん切られてるんですよ。そのせいでなかなか助けることができないっていう状況になってます。はいえ、同様の被害はですね。他の地域でも発覚。をしている ようだがそれでもカンボジア警察が介入しにくい事情があるのだというと低賃金に苦しむ若者コロナ禍もあって仕事が見つからないというような若者に対して中国語のインターネットの広告口コミなので数十万円の月収が保証されますよといった還元を漏してですね誘い込むのが基本的な手口のようですとまたカンボジアの入国規制は比較的緩いんだとパスポートさえ持っていれば入れるというような状況だったわけでございますよそしてですね実際ですね犯罪集団はパスポートもチケットも全部取ってあげるよ現地までの交通費もいいらないよという そしてですね、シアヌークビルっていうですね、あの、カンボジアのですね、あの、海っ端にある町があるんですよ。シアヌークビルってですね、あの、港町みたいなところがあるんだけど、そのシアヌークビルというエリアに着いた途端にパスポートを取り上げられて、ビルの一室に押し込まれられると。そこからですね、無理やり特殊詐欺などに従事をさせ、国に返してくれという帰の要求してもですね、全然許されないと。これらはですね、人身売買のお決まりのパターンではあるが、台湾とかですね、香港だけではなくて、東南アジアの他の地域でも被害が出ている と見られていますし中国語で誘うということそしてシアヌークビルということがポイントであるとねこのエリアはですね中国政府が展開する一帯一路構想のアジアにおける最重要拠点でこの4,5年でですね中国系の企業が進出をして中国語が公用語のようになっている場所なんですよ ね、中国の一帯一路が元だと俺は思うよ。しかしコロナなどもあって、コロナ、コロナ禍がなんかがあってですね、この中国系企業のホテルやカジノといったビジネスが全然うまくいかなくなりまして、そこに中国、台湾、香港あたりに根を張っているスネークヘッド、有名ですよね。スネークヘッドと呼ばれるですね、中国の人身売買集団、ヤクザのグループが手を組んで、大掛かりな犯罪的なし、えー、国際的な犯罪シンジケートを作って入り込んできました。このようなマフィアが仕切っているエリアは違い封建的になっていて、カンボジア警察でも危なくて手を出せないと、 バシや台湾とは国交がございませんのでえ、財源交換のようなものが全くありませんと。だからね、台湾としてもね、カンボジアと連絡は取りようがないんですよ。だから台湾で長く発覚をしなかったのは、このように台湾側が救出をしにくい。ね、台湾警察とかですね、台湾政府とあ、台湾じゃない、カンボジア政府と連絡を取ろうとしても、そのつてがない、ね、方法がないという状況があったということも容易のようであると。はい。え、日本でも被害が出る可能性はあるんでしょうか 一方ですね、中国の反応はどうでしょうかそして現時点ではですね、報道の少ないええ日本への影響はと。今のところですね、中国の責任を問うような話にはなっていないし、え公式のメディアからの報道もないそうでございます。えむしろですね、インターネットでは中国人の被害が被害も出ているのではないかというですね、情報も広がっているとね、あくまでも犯罪行為であって、一帯一路が起こした構造的な問題のもとで起きてしまった悲劇であるという受け止め方ではない論調に見えると。いや、でもね、これはどう考えても、あの、一帯一路崩れ、一帯一路崩れの、えー すでに起きた悲劇です。間違いなくね。はいえ。そして日本に起きる被害も全くないとは言えないと思いますと。やはり低賃金失業なので居場所を失ってしまった若者が甘い話に飛びつくという構造は台湾や香港とは変わらない。え言語の違いはあるものの還元を浪してですね、海外に連れ出して、ひどい目に遭わせるという詐欺が日本に起きる可能性は低くないのではないかという記事でございます。これはね、起きる可能性全然あると思います。ほんでね、さっき言いました。えっ、ー、とね、これね、このサイト自体はね、ちゃんとしたサイトだと思いますよ。これね、あの、えっ、ー、と、シンガポールとかタイとかカンボジアとか、えっ、ー、と、東南アジアでですね、 働きたい人向けのですねこれ求人サイトなんですよでこの中でですねカンボジアの案件はですね今27件ございますでここに載ってる案件はですね全てがおかしいというわけではございませんむしろですね全てがちゃんとしてるかもしれない全てがちゃんとしてる可能性の方が全然高いんだけれども で、あの、あの、て、あの、海外にね、転職をする場合はね、基本的には三つの方法があると思っていて、こういったですね、インターネット求人、インターネット求人を見つけてですね、え自分でね、あの、応募をして面談をしてですね、入っていくという形。そしてもう一つはですね、人材紹介ですね、人材紹介という形。そしてですね、あとはヘッドハンティングという形があるんだけれども、一番ね、このね、あの、人身売買のこのね、中国人マヒアの勇敢に気をつけていただきたいのは、僕の中では人材紹介です。 人材紹介ビジネスです。人材紹介ビジネスというのはですね、あの人材紹介の仲介業者っていうのが、えっ、ー、とね、求職者ね、仕事を探している方と、えー、人を探しているね、あの、求人企業の間に入ってですね、えー、この人材紹介ビジネスのね、やってる人間っていうのは、このいろんな人ね、あのー、えー、転職をしたいという方の面談をしてですね、あなたのスキルはこんなスキルですよねー、とかね、あなたは、あのー、得意分野は多分ここですよ、とかですね、あなたの要望をですね、あで、通りにね、の、条件を出してるのはこの会社ですよ、とかですね、えー、マッチングを図る、マッチングを を図る仕事がこれ人材紹介業というんですよでこの人材紹介業のですね人間を中国人マフィアが買収をしていた場合買収をしていた場合これは極めてまずいですこれは本当にまずいと思います だって、えっ、ー、と、人材紹介業者はですね、マフィアの人間ではないんですよ。普通に今まで人材紹介業界でやってきたという肩書きがある人間のはずなんですよ。しかし裏には中国人マフィアがいる。この場合は日本人がですね、この、えー、絶対見抜けません。絶対に見抜くことができません。はい。だってね、中国人マフィアじゃないんだもん、中華業者って。 ね、この人材紹介ビジネスをですね、予想ってですね、あのー、カンボジアの気、面白い企業を紹介しますよと言ってくる方に関してはですね、本当に要注意です。すべてが怪しいわけじゃないよ。すべては怪しいわけじゃないよ。えー、ちゃんとした人もいると思いますよ。しかしね、この台湾のこの状況、わかりますこれ。出てきているだけで420件。で、だってね、これ見てみ、これ。あの、一月に1500人、一月に1000人が渡っていたという形であれば、えっ、ー、とね、今年になってからですね、渡っていた人数っていうのがですね、だいたいですね、6000人から7000人くらいなんですよね。今年は なんて出ていた、渡っていた人間ね、で今年出てきてる被害というのが420件なんですよ、わかりますこれ。だってあの、カンボジアに行っですね、10%近い人間、10%近い人間がですね、えー、あの被害届は出してるんですよ、しかも、ですねこれね、まだ氷山の一角っていうことは、あの本当に、ね、渡っていた人間の半分とか、3分の1とかっていうのが誘拐されておかしな状況になってる可能性が全然あるんですよ、全然あるんですよ。 で、これが、いずれ日本にやってくる可能性があると思いましたのでですね、今回、え、動画を作ることにしました。あ、ということで,ですね、今ですね、やっぱり、ね、もう、もう中国人、マフィア、中国人マフィアの話で、だから中国人を責めるわけにはいかないんだけれども、これ元になってるのは、どう考えても中国共産党がお勧めてる一帯一路だからね。はい。え、ということでね、これね、カンボジアでのですね、求人には気をつけてください。え、カンボジアでは今ですね、え、中国人マフィア、中国人マフィアが暗躍をしておりまして、え、海外で働きたいという若い若者をね、え、外国の人の若者をですね、食い物にして、え、えー、 え、カンボジアに呼んでですね、人身売買を行ったりとか、拉致監禁を行ったりとか、暴行を行ったりとか、最悪の場合はですね、殺害をされてしまってですね、内臓がですね、売られてしまうというような状況が起こっています。起こっています。はい。ということで、これね、若い子たちね、これ海外で働きたいという要望ですね、非常にあると思うんですよ。で、海外の方が給料高かったりする可能性非常に高いからね。でもね、日本って本当に安全なところだからね。 日本に慣れている人間が何の無警戒で海外に行くとですね、どえらい目に合いますので、本当に気をつけてくださいねということで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。